ニッキー・ミナー・ジュッコと、オニーカ、タニア・マラージ・ペティは、米国のラッパー及びシンガー・ソングライター。2009年8月に、ユニバーサル、モータウンのヤング・マネー・エンターテインメントと契約。初期の経歴で、3つのミックステープ、プレイ・タイム・イズ・オーバー、サッカ・フリー、ビーム・ミ・ー・アップ・スコッティを発売。ミックステープ発売後、アメリカのラッパー仲間、リル・ウェインに見出され、 ヤングマネーエンターテインメントと契約。契約後、デビューアルバムの制作を開始し、ピンクフライデーとして2010年に発売、ビルボード200で初登場2位を記録。米国でプラチナ認定を受けた。ビルボードホット100で自身が参加した7曲が同時にチャート入りするという記録を打ち立てた。2枚目のシングル、You Alove は、ビルボードホットラップソングチャートで主要獲得。 これにより、2002年以降で単独で、チャート首位を獲得した初の女性ラッパーとなった。デビューアルバム、ピンクフライデー発売後、MTV が発表する、今年のホットな MC リストに6位となり、女性アーティストとして、初めて選出された。1982年、トリニダード・ドバゴ・セント・ジェームスで、オニイカ、タニア・マラージとして生まれた。弟と兄がいる。 両親はインド系とアフリカ系である。両親がニューヨーク市クイーンズで住居を探す間、彼女は祖母とセントジェームスで暮らしていた。母親は時折セントジェームスの家を訪れた。ミナージュが5歳の時にクイーンズに移り住む。ミナージュの話によると、彼女の父親は酒や薬物を飲んでは暴れて過去に自宅に火をつけてミナージュの母を殺そうとしたことがあった。 エリザベス・ブラックウェル中学校210に、通いクラリネットを演奏した。ラガーディア高校卒業。ラガーディア高校は、音楽や公演美術などを学べる学校で、ミナージュは演劇を専攻していた。かつて、ブロンクスのレッドロブスターに勤めていた。ちなみにその父親は、2021年2月12日、ニューヨーク州でひき逃げに遭い、病院に搬送されたが、 13日に死亡。後日、ひき逃げ犯が逮捕された。ミナージュが制作したミックステープのいくつかが音楽雑誌 XXL で取り上げられた。2008年にアンダーグラウンドミュージックアワードで女性アーティストオブザイヤー賞を受賞した。2009年4月にミックステープビーム・ミー・アップ・スコッティを発表した。2010年4月13日、彼女最初のシングル マッシブアタックを発表した。アレックス・ダキッドと共に制作された、このシングルは、ショーン・ギャレットをフィーチャリングしている。シングルのミュージックビデオは、ハイブ・ウィリアムスが監督を務め、同年3月26日に、カリフォルニア州ランカスター近くの砂漠で撮影が行われた。ギャレットが主演、モデルのアンバー・ローズが、亀を出演したビデオは、ベッド・エス・アンド・パーク上で、初公開された。 シングルはアメリカのバブリングホット100で最高22位、ホット R&B、ヒップホップソングチャートで65位を記録した。決して成功したとは言えなかったが、曲自体は流行った。このシングルは彼女のデビューアルバムには収録されていない。次にデビューアルバムからの最初のシングルとして、You ALOVE を発表した。ミックステープ、バービーワールドのバージョンが漏らされ、それが、 ラジオで多くのエアプレイがされた後の発売だった。シングルは、ビルボードホット100で最高14位、ホット R&B、ヒップホップチャートで7位、ラップソングチャートで1位を獲得するなど、彼女のこれまでで最も成功したシングルになった。また、2002年以来、ソロでチャートの1位を獲得した女性ラッパーになった。 リル X が監督を務めたシングルのミュージックビデオは7月4日に撮影され、7月21日に初公開された。デビューアルバムからの2枚目のシングル、ライトスルーミーはアルバム発売日近くに発表される。ミナージュは自身のツイッターでデビューアルバム、ピンクフライデーが2010年11月23日に発売されると発表した。2010年10月、 ビルボードホット100にライトスルーミー、ユアラブ、チェックイットアウトを含む7曲が同時にチャート入りし同チャートの同時チャートインサイタ記録を打ち立てた。2011年リリースしたシングルスーパーベースがビルボードホット100で3位を記録した。2019年6月シングルメガトロンを発表。 続いて5枚目となる新作アルバムを制作することが伝えられていたが、9月5日に家庭に専念するとして引退を宣言。ファンに対して、私が死ぬまで応援し続けてほしい、皆を一生愛していると呼びかけた。しかし翌日には、唐突すぎたと引退宣言を撤回した。2020年5月、同時キャットの楽曲、聖、宋のリミックスバージョンで客演として迎えられ、 ビルボードホット100で初の1位を獲得した。同年6月にはシックスナインとのコラボレーション楽曲トロールズをリリースし、ビルボードホット100で初登場1位を獲得した。雑誌バイブでのインタビューで自身の性的なイメージについて、私は成長していく中で女性があることをしているのを見たの。そして私も同じことをしなければならないと思った。 私の時代の女性ラッパーはよくセックスについて歌っていたの。彼女たちがそれで成功したから私も同じことを歌わなきゃいけないと思っていた。でも実際私はそんなことしなくてもよかったの、と語った。雑誌、インタビューとのインタビューで再び自分の性的なイメージについて語り私は性的魅力を意識的に弱くすることでみんな、特に若い女の子たちに 人生では、セックスアピールが全てじゃないって知ってもらいたいの。他にも何かがなくてはいけないのよと述べた。奇抜な衣装や髪型が持ち味だが、その装いがしばしばレディーガガに似ていると指摘されることがある。しかし本人はあくまで否定している。ABC テレビのナイトラインのインタビュー内で、レディーガガと比較されることについて、もうくたび入れる。私はラッパーだし、 クイーンズ出身。ガガは素晴らしいアーティストだが路線が一致することはないと述べている。ミナージュはいつも両親のトラブルや闘争に巻き込まれた。彼女はそういった実生活の問題から逃れるために自分とは違うキャラクターを作って新しい生活を送ろうとした。雑誌ニューヨークとのインタビューにおいて親の問題から逃れるために私は 新しい自分を想像するの。クッキーというのが最初のアイデアだった。次に原宿バービー、そしてニッキー・ミナージュという順にキャラクターを作った。ファンタジーは私の現実だった。私はそんな感じの鬱陶しい少女だった。と述べた。彼女はデビューアルバムのためにローマン・ゾランスキという新たな分身を作った。トレーソングスの ボトムズアップのような曲でラップを歌っているのはローマンで、ローマンは双子の姉妹であると主張した。ローマンはエミネムの分身、スリム、シェイディと比較された。デビューアルバム、ピンクフライデーに収録されているロマンズリベンジで、二人はそれぞれの分身を利用して共同で楽曲を制作した。ローマンにはマーサ・ゾランスキという母がおり、同アルバムからの曲、 モーメント4ライフのミュージックビデオでデビューを果たした。オールアイドイズウィンのような曲で歌っているのはニッキーであると述べている。ミナージュはデビューアルバムと同時に彼女のファンがニッキー、ローマン、オニカと会うことになるだろうと語った。2010年11月18日にニューヨーク市のガーデン・オブ・ドリーム・ファンデーションを訪問した際はファンのための治療者として ニッキー・テレサという分身を装った。同年12月16日放送会のトーク番組、ロペストナイトに出演した際に、スペインでの出来事に感化されて作った、ローザという分身を紹介した。自身の音楽性に大きな影響を与えた人物として、リル・ウェイン、ローリン・ヒル、ジェイダキス、ナターシャ・ベディングフィールド、ホクシー・ブラウン、リル・キム、モニカの名前を挙げている。 ミナージュの歌とインタビューには彼女が両性愛者であるという願意があると批評された。ミナージュは自分は女性と交際しないし性交渉もしないと述べた。しかし同性愛専門誌アウトのインタビューで私は男性ともデートしないと答えている。雑誌バイブのインタビューでは私は全ての人の生き方を認めているの。誰も悪人だとは言わない。 それと、私は女の子たちは美しくて、セクシーだと思う。それを彼女らは言われないといけない。もしそういう人が誰もいないのなら、私が伝えるつもりよ。みんなは私をこうだと決めつけたがるけど、私はそれが嫌なの、と語った。アウトのインタビューでも決めつけられることへの嫌悪を繰り返し語り、重要なのは誰もが白や黒ではないということ。その間には、 とてもたくさんの色があるわ。あなたは彼らがいつ、それを言いたいのか、言うことを望んでいるのか、言うのに適した環境であるかを感じなきゃいけないと述べた。雑誌、ディテイルズ2010年5月号のインタビューにおいて、ヒップホップが同性愛者によりフレンドリーになっていると感じるかと、尋ねられた際に、私は世界がよりゲイフレンドリーになってきていると思う。ヒップホップもそうだと思う。 しかし、好意的に受け入れられたオープンな同性愛者の男性ラッパーを想像するのは難しいわ。人々は男性の同性愛者には先進性がないって言う。でも、私の生きている間にはそういった人が現れると思うわ。と答えた。ラガーディア高校在学中の18歳、当時1歳年上の先輩と付き合っていた時に妊娠したが、 当時の状況でやむなく中絶した。ミナージュはこの時のことを人生で最も辛いことだったと語っている。2015年4月16日に同じクラッパーのミーク、ミルと婚約をした。サワンに、上帝とも上罪と中国語のタトゥーを彫っている。意味は、g ッ o d is always with you。スタジオアルバム、ありがとうございます。